いや母校にね、はいはい、凱旋しましたけどもね、ちょっと、まあ、学校の周りなんで、はい、同級生もねやっぱ住んでるんですけどね。あ、その小学校や中学校やの時の、はい、で確か1年生2年生の時の同じクラスだった石村くんという、はい、石村くん、はい、で彼はなんか遺跡を発掘して新聞に載ったこともあるぐらい、なんかこう結構、じゃあもう多分あれですね、その時の体験が元で今は大学教授とか科学者的なことになってるんでしょうね、うん、いやけどあの石村手芸店っていうあれがここなんで、これその遺跡を発掘して新聞に載ったでおなじみの石村くんのご実家なんですか、はい、そうですそうです。だからもし継いでればいるんじゃないかな。いや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 、それはもう大学教授ですよ。うん、そんな劇的な体験して目覚めないはずがないですよ。いや僕もしばらく会ってないんでね、ちょっとそれ確かめたいなと思って、うん、ああもう行け、こちらに、はい、ちょっと行きましょうか。行きましょうか。じゃあ石村君のね、はい、向こうは覚えてるんですかね。いやどうだろうね、OK です。 OKOK、 あ、 OKOK、 あ、いや、とんでもございません。すいません、ありがとうございます。あ、もう本当テレビでいつも見てます。そんなにいつもは出てないんです。すいません、ありがとうございます。言わなくていいから。じゃあちょっと中お邪魔しましょうか。はい、はい、すいません、失礼します。こんにちは。すいません、突然ごめんなさいね。あ、引き出し役って言ってね、テレビに出られるんですこの形。あ、うん、じゃあ今度応援してくださいすいません、お客様にまで宣伝していただいてありがとうございます。いや、あれ、ね、文房具もやってませんでしたっけ。いえ、文具屋さんはですね、はい、そこの田熊小学校の横なんです、うん、全然違う、うん、でそこもね、やっぱり時代の流れでなくなりました、ええ、あ、でこの間ですね、あの若い方がお見えになってですね、はい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 、びっくりしたんですけど、びっくりした、あのこの私たちのこの机とかを見てですね、ええ、わあすごいすごいって、何がすごいんですかって、古さがすごいね。古さがすごいってお母さん僕らもよく言われます、それ。そうなんですよ。何の握手だ。これ絶対忘れちゃいけないと思います、ね、時代の流れなんかに負けたらダメですよね、うん、す、新しいもんばっかり行きやがって、はい、そうです、そうなんですよ。お母さん頑張りましょう。頑張ります。えいえい、おーなんだよこれ。頑張るぞ。何ですかこれ。ちょっと石村君に会いに来たんですけど。ああ、石村君今はですね、はい、それこそ東京におります。あ、東京に、はい、東京、ほら、あの結婚して、結婚して、東京で結婚して大学教授でしょ。いや、まさかまさか。何ですか今。何にされてる。ちょっと私は詳しくは説明できませんけど、はいはい、あの、はい、っていうか石村君のお母様なんですよね。そうです。僕会ってますよね、小学校の時、ね、そうです、そうです、うん、そうです。そうなんですね、はい、当時の樋口君はどうでした。どんな感じでした。あのです、ね、とても優等生で、うん、あのそれこそ頭も良くて、はい、それはちゃんとあの息子が認めております。あ、じゃあもうできないの、はい、お笑いだけなんだね。そういう言い方やめてください。いや、はいじゃないから。私はですね、はい、やっぱテレビの中で、うん、その頭の良さをですね、しっかり出していただきたいなっていつも思うとりました。なるほど。私たち地元はですね、私たち応援者はですね、あ、そうかそうか、やっぱり地元の方々は、はい、もっと井口君頭のいいところを見せてって、見せてって、もっと見せてって、今悪く見えてるよっつって。いや、悪くは見えてないんです。そのまさか見えてないってことないですよね。見えてるでしょ。そんなことないです、うん、じゃあいつも応援していただいてるんですね。おとなしさですよね。おとなしさ、おとなしさが前に出てるっていうかな。ああ、ね、私はそう思います。もじもじしちゃってると、ポンと前にこう出ていいんじゃないかなという気がします、うん、つまりお母さんの目から見てテレビに出てる樋口君は今前に出てない。あのうさぎさんとかそんな問題ではなく。詳しいなおい。めっちゃ知ってますね、はい、詳しい。地元やなおい。ありがたい。そういうことじゃなくて、はい、じゃなくて、なくてね、もうちょっとですね、こう博多の男ですから、はい、ポンと前に男らしくポンと出て場面もいいと思います。あー、なるほどね。そうです、負けぐらいですね、こちらの男性さんに負けぐらいですね。あ、僕はもう前に出てるっていう印象を持っていただいてる。それは私は受けます。ありがとうございます。こちらがちょっと引っ込んでる、引っ込んでるというね。もっと前に出てよ、出て。井口君、はい、生々しいダメ出し。いやいや本当に地元に帰ってこんなダメ出されることあります。ありがたい。いやいや、まあまあ確かにね、ありがたいですね、はい、お母様でも、ね、あの同級生のお母様がこうやってね、はい、言うてくれるんですから。ありがとうございます。もうちょっとポッと前に出るように、はい、博士になってなかったね。そうね、うん、
まあ、それはさておきですよ、はい、お前もっと前に出ろよ、はい、いつも俺言ってるよね、それをなんか嫌そうな顔してさ、いや違う、あそこは違う、あそこだと確実に滑っていたとかおっしゃいますけど、見てごらん、あなたの小学校の時の同級生のお母さんでも同じことを思ってるんだよ、でしょ、今も前に出ないと、ポン石村くん、樋口くんは元気です。